モジラ・ペルソナとはモジラによるオープンなブラウザー入り、プロトコルをベースにした、ウェブベースの文献的かつ安全な認証システムである。ペルソナは2011年7月にスタートし、オパニドや Facebook Connect のような同種の認証システムが持つ、いくつかの目標を共有するものだが、いくつかの異なる手法を持つ、識別詞として、電子メールアドレスを使用より、 プライバシーに主眼を置きブラウザと完全に統合することを目的とするプライバシーの目標は、アイデンティティプロバイダーがユーザーを識別している、ウェブサイトを知らないという事実が、動機づけとなっている。初公開が2011年7月で、モジラによって、ウェブサイト上で完全に展開されたのが2012年1月のことだった。2014年3月7日、モジラは、 モジラペルソナを担当していたフルタイムのエンジニアを他のプロジェクトに移動し開発はコミュニティに委託すると発表したサービスの提供バグ修正やサポートはモジラによって続けられるペルソナはブラウザー d プロトコルとして知られているベラファイディメールプロトコルが元になっておりユーザーを識別するために電子メールアドレスを使用しているこのプロトコルはブラウザ アイデンティティプロバイダー、任意のウェブサイトを含んでいる。ブラウザは、ユーザーの認証された、電子メールアドレスのリストを保存し、暗号証明を使用しているウェブサイトに、ユーザーのアドレスの所有権を示す。ペルソナは、ドルプル、セレンディピティ、スピップといった CMS で実行することができる。また、フォーンギャッププラットフォームでの使用にも対応している。 モジラは person.org にて、person のサーバーを提供しており、連合アイデンティティによって、ユーザー自身の person アイデンティティプロバイダをセットアップすることができる。person を実装している著名サイトとして、ting、ザタイムズクロスワード、トロブバックス、ベストがある。ありがとうございます。